さて今日も昨日に引き続きまして、お客様にソロアルバムをリリースされましたチェッカーズのメンバー藤井直之さんをお迎えしてお送りいたします。どうも今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。朝はどうですか？強い方、はい、強い方。朝は朝はそうですね、昔は平気でパッと起きられたんですけど最近ちょっとダメですね、うん、ダメ、うん、例えばメンバーとかねツアーの時に誰が一番早起きですか？高木氏かな。うん、結構決まった時間にパッと起きますね、みんな起こして回る方かしら。そうですね、ドラムの、黒部なんか出発5分前まで寝てるんですよ。あ、そうですか。どうやって準備するのか分かんないですけど ねえ、まあ、メンバーのあれだから遅れたらまずいし ね、それでは今日も、ソロアルバムナチュラリーいろいろ聞かせていただきたいと思います、はいはい、それではまず1曲お届けします。カーボーイ。他のメンバーの方に聞かせました、これ、この曲。ぼちぼち聴いてんじゃないですかね、多分。でもなんか別に聴くのも恥ずかしくはないんですけど、僕もそのなんか別に何も言わないですよ。何も言わない、うん、あ、そうですか。もう逆によかったよとかそういうことも言いませんしね、うん、なんか照れとかそういう問題じゃなくて、なんかただ口ずさんでくれたりはしてますけどね、なんか、鼻歌っぽく、お兄様は何かおっしゃってます？やっぱ最初はできるまで完璧にできるまで聞かないとか言ってたんですよ、うん、でもスタジオで出来上がったのをこうちょこちょこテープで持って帰ってきて、はい、やっぱ不安だから聞いてしまったとか言ってましたね
やっぱりね、弟さんがソロでねデビュー、ね、デビューっていうのかしらね、うん、ソロアルバムを出すということに関してはやっぱりお兄さんとしても、うん、そうですね、そのボーカルがやっぱどううまく歌ってるかなみたいな、あ、うん、そういう心配で聞いたらしいですけど、で一言やっぱりお前下手だね、あ、うん、それはでもやっぱりそうですよ、だって、うん、ボーカルはもうだって初めてやるんですからね、初めてに近いですからね。いや、そうよね、うん、チェッカーズの時はねもうお兄さんがほとんどお兄さんが歌ってるっていうのかしら、うん、だから、うん、コーラスとかとはまた全く別なものですからね、ソロだからね、うん、だからそれは分かってるんですよ、分かってるんですけど、改めて言われると改めて言われてやっぱりってそうかなっていうような気がして、うんうん、でもあのそんなにね、あのなんていうのかしら、よかったよとかね、うん、こうは今度のはどうだとかって言わない代わりに、なんだかこう自由にさせてくれるっていうメンバーの気遣いもあるんですか？そうですね、あの結構いろ今バラバラな仕事やってるんですけど、そこにあの宣伝してくれるんですよ、うん、なんかだからそういうの見てなんかすごく嬉しいですね、なんかちょっとしたあの隙間見て、うん、パパパパって言うんですよ、そういうところがなんかメンバーのね、気持ちっていうのかしら、すごく嬉しいですね、うん、ところであの直行さんは物を作る人間は遊ばなきゃいけないっていう、ああそうですね、ここをね、うん、今回のそのソロでね皆さんと一緒にこう合宿ですか、うん、ですみたいにしてやった時に感じたっておっしゃってましたけど、うん、そうですね、だからあのまあこれつぐとしさんを見てまあそれ感じたんですけどね、うん、あの結構一緒にお酒飲んだりとかなんか、まあ、あの今流行りのビリヤード行ったりとかやって、はい、まあ、結構遅くまで飲んで明るくなってきて、じゃあ帰ろうかみたいな、明日つくとしさん何なんですか仕事は、なんとか言ったら、うん、10時になんか例えばそれが5時とか6時だったとして、朝方の、はい、で10時までに、3曲書かなきゃいけないよ今からみたいなそういうノリなんですよ、ゲーとか言って大丈夫ですか、あ大丈夫大丈夫とか言って、曲は作ってんですかって、いや今から作んのみたいなあそうですか、すごいなと、俺とか一曲作んのにも1週間もかかる時もあるや、本当に1ヶ月かかるのもあるのに、うん、それでやっちゃうわけでしょ、やっちゃうんですよね、それで、ね、で次やった時に、うん、できましたって言ったら、うん、できたできたあそうですか、うん、じゃあなんていうのかしら、こう遊び仕事もこう一生懸命やる分、その分遊びもね、そのだから、うん、逆にそのあの遊んで疲れを癒すというか、ええ、あのリラックスするっていうか、うんうん、そういう考えっていうか分かんないですけどね、うん、やっぱりこうそういうことが自分でねどんどんこうなんていうのかしらコントロールするっていうのかな、そうですね、発散ストレスを発散するっていうか、うんうん、でもチェッカーズの皆さんはいい意味でなんか遊びの部分を持ってるような気がしますけど、そうですね、だから7人いるからやっぱりあれなんですね、結構ワイワイガヤガヤやって、うん、遊べちゃうっていうのかしら、そうですね、だからこれがだから今一人でやってるから、すごく大変、どうやって遊ぼうかという、そうですね、もうちょっと自分をこうパチパチ叩いて、うん、頑張れ頑張れみたいな遊べ遊べじゃないかな、そうですね、うん、まあでもそういったお友達付き合いも広がるし、はい、また一人でね、まあ、ライブでもそうだけどいろんなプロモーションでどっか行ったりなんかをするかもしれないし、そうですね、うん、じゃああとそうね、恋愛なんていうのはどうですか、恋愛はあのやっぱずっと常にやっていきたいですからね、うん、だからあのデートとか電話、うん、デートっていうかその一緒にご飯食べたりとか、お酒飲んだりとか、うん、あんまりできませんしね、ちょっと今年は、うん、忙しくて、ええ、本当にちょっと相手が寂しいかなっていう感じかな、そうですね、だからやっとそれは気づいたら本当に、ええ、ああもう半年過ぎてるみたいなノリですからね、うん、もう目に見えたスケジュールがすごくその忙しいっていうのも分かってるから、ええ、もう今年はもう働くぞみたいなノリですね、もう、ええ、今年はもう悪いけど働くよみたいな、悪いけど働くよみたいな、もしダメだったらごめんねみたいな感じかしらね、だからもうあのプライベート的なもんでそういうものは捨ててます、もう今年は、あ捨ててます、はい、うん、来年頑張ろうみたいな、来年頑張ろう今年の分まで、ええ、まだでも年齢的にはね23歳、でも
一番遊びたい年頃じゃないですかね、多分。そうね、やっぱりガールフレンドも ね暇な時には誘ってどっか行きたいしっていうのもあるし、うんうん、いけない話をしてしまいましたね。仕事をしなきゃいけないのにって。それでは次の曲に参りたいと思います。これはすごくロマンチックなタイトルですね。そうですね、白い蝶。先ほどはその遊びの話しましたけどもね、はい、でもそういうことっていうのはやっぱり好奇心が強いっていうのかしら、ある種の才能にもねつながってくるわけでしょう、うん、と信じて遊んでますでも違うと思いますやっぱり、うんうん、あのうちに閉じ前は割とうちで飲んでたりしてたんですけどね、でもなんか悪い方に考えちゃうんですよね、うん、だからあこれ絶対良くないなと思って外に出て、うん、人とだからあの本当に人と話すのがなんか最近好きになってきましたね、やっぱり世界が広がるっていうかやっぱりどういう、ね、人がどういう考えを持ってるかとかね、うん、そうですね、うん、だからそ、こういうことを考えてるんだとか、うん、いろいろこう話してやっぱ楽しいですね、やっぱりお酒飲んだら結構こうおしゃべりになっちゃうんですよ、うん、長木さんもそうですか。そうです、うん、エンドレステープみたいあらぬことを言ってしまったりとか、うん、割と明日になって、あで本人は分からないのかしらね、次の日になって、あなんかちょっとやりすぎたかなとか。そうですね、ありますねでも別にいいかとか思いますけどね、うん、あれはもうそのお酒飲んでたらあれだからみたいな、うん、で自分で言っちゃうんですよ、うん、俺しつこいからって喋り出したらあそうですか、ごめんねっつってじゃあ先に言っといて、先に言っといてエンドレステープになるわけで2回も3回も同じことずっと言っちゃうんですよね。じゃあ慣れてる人だったら、あ、また言ってるわっていうか、あ、始まった、うん、で、またその話をするとさっき言ったよ、おいとかで、あ、そうだっけっつって、で、また言っちゃったりとか、また言っちゃったりするんですよ。あ、そうですか、へえ、うん、直樹さんは小さい頃からはどうでした？
小さい頃から、まあ、お兄さんとずっとね、うん、一緒に育ってきたっていうあれがあったけど、ね、同じ音楽の道で、そうですね、うん、まあ影響はされましたからね、うん、だからその自分がその音楽というものに本当に自分がやりたいと思ったものも、だからあの小学校の時かな、うん、だから小学校の時にもうあの卒業作文っていうんですか、ええ、あれでだからあの自分はバンド作ってプロになるみたいな、あ、書いてたんですか、書いてたんですよ、あ、そうですか、ええ、それがそのままその子供の頃の夢がもう叶っちゃいましたからね、うん、だからなんていうんですか、その夢が叶ってしまったから次の夢は何だろうとか思ってですよ、うんうん、世界制覇なんて、いや そんな感じですけど、ね、国内制覇は一応遂げたからっていうか、だから、うん、結構困ってるんですよ、だから、あ、そうです、夢がなくなっちゃったから、うん、でもまだいろいろあるじゃないですか、うん、今回ねこうやってアルバムも出したし、そうですね、でもなんていうんですか、子供の頃の夢と、まあ、ある程度物心ついた時の夢ってもう、うん、ある程度物心ついた夢って割となんか現実的なものを考えちゃうから、なんか、あ、そう、ね、全くつまんないですよね、うん、その夢が、これがあったらこの次はね、こうこうこうしてこうなるだろうみたいなことでね、うん、子供の時の夢って本当に全く夢でしょ、うん、できるかどうか分かんないし、でもなりたい、やりたいっていうのかな、俺はだからなるんだみたいな、うん、とかそういう夢がもうなくなっちゃったから、なんかどうしようかなみたいなそういうことでこうお兄さんと話したことあります？意外と話さないですよね、話さないですか、なんかあのこう腰据えて二人で話すっていうのは、あの家族の話の時ぐらいですね、うん、親父がどうのこうのでとか、おふくろがどうのこうのでってみたいな、うん、そういう時ちょっと話すぐらいで本当話さないですね、うん、全然こう、まあ、自分自身っていうのかしら ね自分たち自身とか、あとこれからね、うん、どうなっていくかとかしていきたいかみたいなっていうのは、うん、そういうことにあんまり喋んないですね、うん、だから何喋ってるのかなんて、なんかやっぱお互いそのなんか分かってるんですよね、うん、分かり合ってるっていうか、うん、だからあの親と過ごした時よりも兄弟でいる方が長いですからね、そうね、だからそう言ってみて本当に全部見てるっていうのかしら、分かってるっていうのか、いても邪魔にならないし、うん、いなくてもいいみたいな、なんか、うん、空気みたいなもんですね、うんうん、でもそういう意味ではとってもなんかいい兄弟関係っていうのかしら ね、まあ、たまに喧嘩したりしますけどね、あ、どうですか、うん、もう殴り合いはしないでしょ、いや、そういうあれじゃなくて、うん、なんか口喧嘩みたいに、ひょんなあれ で結構俺が折れちゃうから、あ、本当、はい、兄貴を立てて立てるそういう感じで、それでなかなかずっとうまくいってるっていうのかしらね、うんうん、でもまた本当に今20代ですけどね、はい、これからまあ20代後半30代とかってこうずっとね、そうやって兄弟でね、うん、ずっとこう音楽をやってるっていうのかしら、うん、なんかすごくいいことっていうのかな、うん、そうですね、割とそのなんか微笑ましいものがあるのかわかんないですけど、うんうん、またそうなってくると夢も出てくるんじゃないですか、そう、その息で行きましょう、ね、人生投げ出して、そう、夢を持ってなるようになる、そう、それしかない、そうしかないですえ、また機会がありましたらこちらに遊びに来てください、どうもありがとうございました。それでは藤井直樹さん、別れの曲です、ロックスター。Thank you.
雨に濡れたビルボード週刊誌の表紙に他人顔の俺さ故郷の街に舞い戻りあの頃のお前を探してさすらうよ傷だらけの Rockstar 俺のギターを弾いて